鹿児島市の皆吉小学校の子どもたちが近くの学校の田んぼで田植えを行いました。全校児童の56人と皆吉幼稚園の17人の園児が農家の人から植え方を教えてもらった後、田んぼの泥に足を取られそうになりながら一生懸命苗を植えていました。これでうまく田植えをできたから嬉しかったです。収穫祭でこの米を食べるのがすごく楽しみです。撮影は鹿児島市の MBC ふるさと特派員尾形義輝さんでした。